江面，这是日本唯一的斗牛的地方。そうなんだ。啊，牛来了。牛来了。这今天斗牛比赛啊，这正好赶上了。对呀、因为他们一年只有四次，只有四次，只有四天。别看，雨禾岛是有着日本最著名的斗牛竞技场，每年都会有几万人来看斗牛比赛。こんにちは。はい、中国から来た。はい、取材の者です。どうも、竹内と申します。お願いします。これが三引さんの、今いるのがこれ、飛龍号と、他和冠军的人。上次的冠军。上次冠军、打比赛、然后决定、今年的冠军。本当は赤に反応するんですか？いや、しません。あ、しないんだよ。なんだ。みんな遅いって言って、赤持っちゃダメだよとか言って。それはなテレビの影響かな。で、じゃあ牛たちはなぜ戦うんですか？もともと喧嘩っ早いのか。いや、ちっちゃい時から、もう戦いに育てられたんですね。はい。うん。うん、いや、普段は一人なんですか？いや、こちらはもう、3頭も同じ牛舎で飼いよう。ああ、なんかよくやってた。あ、でもだから同じ牛舎の牛が戦うことはないから。これって、すいません、初めて来たんでわかんないですけど、なんか僕らかけるんですか？見るだけ。見るだけ。もうお相撲と一緒。そうそうそう。見るだけ。で、勝ったら、賞金をもらえる。いや、勝っても負けてももらえるんですよ。あ、負けてももらえる。負けた方がファイトマネーはちょっと余分にっていうか、牛の値打ちが下がってくるんですね。負けたら。技とかあるんですか？あります。こんなにいっぱいある。最後どうなったら負ける？勝つ？逃げたら負け。逃げたら負け。はい。あいや、冠軍なんてか。哇，这个脚啊！哇，好夸张！表情好凶啊！对，这个很凶啊！那男山めちゃくちゃ強そうですけど、見てびっくりしましたよ。顔が違うと思って。年もね、これより4歳か5歳上なんだよ。あ、そうなんですか。だから経験もあるんだね。顔こっち可愛いもんね。これちょっと見てもらったらあれやけど、はい、もう包丁の先にといえばどういう、はいはい、確かに。これ矯正した方がいいとかしない方がいいのかどっちなんですか？分かんない。矯正した方が頭を下げた時に相手の脳天に角がいく、だけど横から攻める時はこういう開いたやつ。あ、どっちがいいとは限らない。分からない。自分のその持ち物をうまく使うかどうか、はい、その牛が。自信はありますか？ありますよ。本当ですか？すげえ強そうだけどな。何言ったの？まあそうだよ、ダメでしょ、はい、信じてあげないと。好緊張啊，叔叔的牛会赢吗？哇，好多嘞。哇，开始哎呀，啊，开始一见面就开始了。哇哟！哇！为什么还有人会扶他？哇！哎呀！他们两打谁呀？哎呀！小孩子对了，为什么是个孩子？哇！好危险！小孩子很厉害。斗牛原来这么刺激啊！もうやばいよ俺。哎呀！Thank you.
想到月龙号竟然赢了。勝ちましたね。勝ちましたね。なりましたよ。はいや、はいや。はいや。はいや。なんでこう諦めないんですか。よく逃げなかった。根性強いね。その横からさ、俺も絶対負けると思った。ガリガリガリ。比赛结束后，叔叔邀请我们一起去他们家吃庆祝宴。痛そう。痛そう。感觉好疼。看起来好痛。你看，他们三个吃饭，饿了。何が好きなんですか、食べるの。食べるのはね、スイカ食べる。人間の食べるもの、結構食べる。あ、そうなんだ。かぼちゃ、スイカとか、キュウリ、キュウリ。あ、キュウリ。叔叔说，他们为了把牛养肥，准备了一仓库好吃的喂他们。会長さんは普段は何の仕事ですか。看護師。ナース。看護師？ナース。じゃあ本当にこれは趣味でやってるんですね。もう趣味で、ちなみになんで三菱さん一家はみんな好きなんですか。なんか僕らの親父らが子供の頃に、なんか牛のことを詳しくなんか話しよったら、僕どこの子いたら三菱って言ったら、あ、三菱の子やったら牛は詳しいわいねみたいに言われよったけども、昔専門だね、もう、昔からないね。はい、それはだからもう東急一家だ、完全に。でも次はいますか。いや、息子らがおるけどあんまり興味ない。あ、いや、まずいじゃん。おお、じゃあ、おはようございます。おはようございます。こんにちは。わあ、美味しそう。すげえ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これいいですか。ごまろう。你敢吃吗。ちなみに牛は食べないですか。今日は食べない。今天他不吃牛。他平时的话会吃。ジャコ天って何の肉。魚。すり身。あ、すり身。これ入って、ここに入ってる。あ、入ってる。奥さんバナナ。奥さん美人。なんで闘牛好きなんですか。そのまあ、ちっちゃい頃夢、あ、夢、2頭ぐらい買うのが夢やったんですよ。今までは本当1頭2頭買っとったけど、まあ、自分たちも役員したりなんかしとるんで、まあ、盛り上げていきたいようなところはあるんですよ。その闘牛の魅力って何なんですか。別になんていうの、オーナーになっても儲かるわけじゃないじゃないですか。なんでやってるんですか。まあ、お金のためじゃないと思う。今までじいちゃん、親父、僕らが携わってきたことに対して親父らの俺より俺その時は乗り越えたいわけ。親父を乗り越えたい。叔叔们对斗牛真的太热爱了，我们家以后会不会变成纪录片世家呢？